毎年恒例の座り込み本当にご苦労様です。日本共産党衆議院議員の高橋千鶴子でございます。本当は毎年恒例だって言ってられないんですよね。どん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 テーマが増えていくと、怒りが増えていく、これ何なんだということをね、やっぱり突きつけて、もう国の財政を社会保障の改悪と国民負担で乗り切ろうという、そのやり方をやめるだ、そのことをね、強く求めていきたいと、このように思います。私今年の秋から国土交通委員になりまして、長いこと厚労委員会でお世話になってきたんですけれども、でもね、皆さんの命と財産を守るという点では同じ立場で頑張っていきたいなって思っているんです。で、菅官房長官が益城町で、あれだけの災害があった益城町でね、高級ホテルを誘致しますと、そこにお金を出しますとか言ってる、この逆さまな議論を本当に取り戻していきたい、正規に戻していきたいということで頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。